アッショミさんって誰？ちょっと待って、どなたでしょう？ちょっとわからないなぁ。どうしよう、ちょっと待って。ごめん、なんか避けたみたいになってるけど、アッショミさんってどちらさん？ちょっと待って、僕わからないなぁ。誰だろう？わかんない。じゃあ悪気があったわけじゃないの、ちょっとわからなくて。すって出ちゃった。壁を作ってしまった。壁を作ってしまった。アルス、ウォールアルス、ウォールアス、アルス、ウォールアス展開しちゃった。ちょっと人見知りなんで、ちょっと、そう、びっくりしちゃった。ごめんね、その、いや、でもこっちもいいよな。いや、女の子と喋るの緊張しちゃうんだよな。いやー、どう、ちょっと待ってね。ねえ、ちょっと待ってね。配信してる？ねえ、お耳なめなめくじって何？ひそいんだけど、いきなり。じゃこっちも音入れんね。はい。チーム8の人。マジ事故ってたよ。事故ってない。こっちも配信してるわ。チーム8にお耳なめなめくじがいるんだよ。あ、そういうこと？あ、ほんとだ。あ、この名前を呼んだのね。そう。あ、なんか急に俺そんなこと言わないよ。いや、上会話してんな、こいつの。そんなわけないだろ。独り言でお耳舐め。やべえやつすぎ。これ。いや、ほんとに。すごい。知ってる人ですか？もう一人。あ、もう一人の方？うん。いや、お、はじめましてですね。あ、すげえ。なのに行ったんすか？いや、選べないじゃないっすか。選べないよ、どっちかなんて。あ、そういうこと？すげえ、エペックスやってました、ちゃんと。ちょっとここ数日やってなかった。やってなかったか。うん、お邪魔します。あ、こんにちは。はじめまして。こんにちは。終わってるって。あ、チャンピオン何使いますか？あ、僕ですか？僕、ジブラルタルですね。ジブラルタル。アルさん。なんだろうなぁ、バルキリーか、ブラハン。OK です。プラチナの底辺なんで、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。どれくらいなんですか？あ、ダイヤモンの方なんですけど、気持ちプレデターですね。うわぁ、強い！任せてください。よっしゃ、勝ったね、これ。何使うんだろうなぁ。なんだろうなぁ。え、マジで？え、クリプトっすか？そうっすね、クリプトかも。勝ったじゃないですか、じゃあ。俺の能力だ。よろしくお願いします。やべえ、めっちゃ、全然話したことないかも。俺、V スポの人と喋るのめっちゃ、久しぶりかもしれないです。そう、先輩とやってますよね。俺は、俺違う。すげえ、あー違う、今思い出した。うわー、やったわ、お前。キレミラーは。じゃあ、ノンさんともそんなにまだ、練習期間積んでないから、ここからですか？確かにね。うん。リーミーさん。今のとこ、ノア先輩に言いますんで。あー、だめ。アーカイブ開けしまった。あー。もう、アップねー。やった、もうアウトだよ。いや、もう、セーフ、全然。イエーイ。何、きっしょ。喜び方が、小学生だった。はー。で、本来のメンバーは誰なんですか、お二人は。お二人。アルさんはヨルミさんか。うん。アスミさんは。私は夏色まつりちゃんと星川さらちゃんです。ああ、そっか。そこなんだ。はい。星川か。ギャー。あ、もうすごいですよ。すごい強いですか。ノーキャパワーすごい人。あ、そういう方はそこ。すごい。なんか動物園。あ。いや、大丈夫それ。大丈夫です。危ないこと言ってけど今。同族なんで大丈夫です。あ、私含め。三人動物園なの？あ、そうですそうです。そうですそうです。そうなんだ。やられてもみんなあーみたいな。汚い感じなんで。そんな汚くないって絶対。誇張してるって。
すいません。すごいな。安住さんは23時の方の知り合いいるんですか？はい、23時の方の知り合いは星川さらちゃんと、あとはちょっと待ってくださいね、自分のフローラー見ます。あーなるほど、それはわかりやすいね。やばい、出てこない。誰だ。いや、じゃあもう俺ら激レアっすよ、これ多分関わってる。確かに。そう、あ、激レアですね。あ、エルさんとドゥロンさんって言ってるコメントなんで。そうですね。なんで本人より詳しいの。、うん、すいません。あ、いろんな方と結構遊ばせていただいております。ちーちゃんも。あ、おー、はい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 、そうですそうですそうです。すいません、ちょっと緊張で。いやいやいや、名前が出てこない。いや、わかる、そういう時あるよね。ある、ね、所属先まで覚えてないっていうのわかる。しょうがない、それは。わかってらっしゃる。うん、しゃないしゃない。リスナーの方が詳しい。仲いい人いる、います。いや、みんなですよね、そりゃね。誰だ。仲はもうみんなか。あんまり触りなかったな。そりゃみんな大好き。誰かとかないんだろう。大好き大好き。うん、だからアスミさんダイヤ4で組めるんですか、チームって。今思ったんですけど、あ、マスターダイヤダイヤでちょうど18ですね。松井ちゃんが8なので。はぁ、なるほど。そうですそうです。確かにな、まあ、ダイヤ4だとね、うん、めっちゃ人いるけど。え、ダイヤ4多いよね。そう、多いっすね。やっぱ3上がるの難しいの。どういうことですか。ダイヤ3に上がるのって難しい。ああ、確かに。あれさ、どうですか。うん、なんなんで難しいっす。やっぱ難しいな。難しい、そうですか。難しいんだこれが。そっか、そこにも壁があるのか。そこにも壁があるんだ。プラチナがあるそうだな。プラチナの日じゃないんだろうな。にゃさーなー。適当すぎるな。俺も1ヶ月やってるけどダイヤ上がんねんだよな。うん、それはクソだよ。プラチナの2なんだよな。もうダイヤ名乗るのやめな。ダイヤ名乗れねえよ俺も。プラチナだよプラチナ。上がれ。アルスさんってダイヤ行った？まだ行ってない。あ、まだ行ってない。ソロでやってたよね。うん、うん、やってるやってる。今どこ？プラチナ2。お、一緒だ。俺もいよ、いけるいける。ダイヤ踏めますよ、プラに行けるなら。ね、言うよね。これから毎日応援しますね、ダイヤ行けますようにって。行けなかったら応援してないってこと。いや、あ、そしたら慰めの、うん、うん、慰め慰めるかどうかも悩んでた。慰めるかな。やばい、ちょっと俺もね、もうなんかそろそろ脳が回ってないな。脳、ま、どうする、そろそろドラえもんか誰か呼んどきます。じゃあ、え、ドラえもん呼ぶの。ドラえもん好きですか。ドラえもん大好き。一番詳しいっすよ、だこれが。あ、マジ。もう私ドラえもん友達で呼べるんですよね。あ、それはちょっと負けたな。さすがにのび太くんってことだもんね、実質。じゃ、僕がのび太くん呼べるんだけど。あー、すごい。どうも、ドラえもんですか。うん、どうしたの、エビオちゃん、どうしたの。僕もドラえもんだよ。どうしたの。あ、なんか僕が3人いる。そんな笑い声じゃなかったやばかったけどね。だいぶやばいね。え、それあれですか、定番のモノマネですか、もしかして。あ、とりあえず会話に困ったらできる。あ、でもすごいよね、モノマネできるって。確かにモノマネできるのすごい。ドラえもんやり方教えますよ。教えて。あ、教えてほしい。じゃあまず、顎をしゃくらせてください。はい、いい。のび太くん。じゃじゃ、まだ完成じゃないから。顎しゃくるだけならもう別の人だから。もうそれ、顎伸びただけなのよ。普段の剣もそうやな。お、やめろよ。やべ、やめなよ。やめろ。で、顎しゃくらせて、そのまんま口を左に寄せるんです。うん、で、うん、あの、僕ドラえもんの時に口を左から右にウィンってスライドさせるとな。僕ドラえもんってできるんです。これやってたらもう。どう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 。なんか練習が。練習が必要だよ。まるちゃん上手だね、僕。嬉しいよ。
んだ。笑ってくれた、嬉しい。あれがいいやつ、今顔の骨格変わりそう。なんか私もやりすぎて、ドラえもんした後先いつも顎のマッサージしてる。やんない方がいいやつやばいな、悪影響面白いもんみたいな。やばい、マジでまずいって。なに。おはな、おはな。似てないか、全然俺の方が似てるな。あ、そっか、さすがに。てっちゃちょっと譲れないね。じゃあど、じゃあドナルド勝負します。やった。出ないね、死んじゃうドナルド。エビオくん死んじゃうよ。